まずナイスゴールでした。得点シーンの振り返りをお願いします。そうですね、まあ相手がブロック作っているっていう話だったので、まあ、1本打っとこうと思って、まあ、たまたま入ったって感じです。2点目が遠かったという印象でしたが、いかがでしょうか。そうですね、まあ、2点目取るチャンスはもちろんたくさんあったし、相手が1人少なくなってからもチャンス多かったんですけど、やっぱそこで、決めないとやっぱ苦しい試合になるなっていう感じです。最後にサポーターの皆さんに一言お願いいたします。まあ、今日引き分けてしまいましたけど、まあ、勝つためにどんどん上手くなって、まあ、みんな練習してるんで、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。